ありがとう。こっちに持ってきてくれると嬉しいな。これを見れば正解が一目でわかります。ピンポーン。餃子とは何ですか？入れてもいいんですか？基本は豚肉と野菜だけど、何でも合うものなら入れていいんだよ。ただいま戻りました。お帰りなさいませ。ん？マイ、今日はご機嫌ね。ドンフフン、ルンラドン。とても美味しくできたのね。ええ、楽しみです。ただいま。あら、ごま油の香りね。お腹がもうべこ。すぐに気づいたんだけど、混ざっちゃってて。
ごめんなさい。ううん、料理で失敗は成功の母。実際に他の餃子はとっても美味しかったし、上出来よ。ほんと、美味しかったわ。ミア、どうしたの？おう、タツ。早速だが、3番テーブルの上あたりの電球が切れてるだろう。バックヤードにある新品と変えといてくれ。ただいま。お、苦戦してるね。僕が代わってあげようか。じゃあ達也君はこの小銭をレジに入れといてくれ。これでよしと。達也君もまだ背が伸びるといいね。そうだ、達也君。さっき商店街で悩み多き若者を見かけたよ。教えてあげない。そういうのは自分で気づいてこそ意味があるんだよ、達也君。ちょっと、マイと話があって。お邪魔します。なつきです。
ました。もう夏希ちゃん、ありがとう。気が利くじゃない。あ、うん、達也、私も何も言ってないよ。そうそう、それがね。何でもないってことにしときましょうか。そうそう、何でもないの。何もかも。さあ、お兄ちゃんは出てって出てって。ほらほらほら。達也さん、どうかされましたか？夏希さんは一緒に考えてくれる方ですから、親身になってくれる分、いろいろと話しやすいのかもしれませんね。ええ、そういうものだと思います。
タツ、今日もお疲れ。そうだな、商売繁盛、結構なことだよ達也君。お客さんが全然来なかったら達也のバイト代も出ないんだから。お、二号店か。僕が一人前にならなきゃ無理に決まってるじゃないか達也君。じゃあそこは笑うとこじゃないでしょ。ああ、ちょっと待った、タツ。先月分の食費、さやちゃんにもらったんだがな、少し多いんじゃないか。しかしこりゃ、そうか、さやちゃんにはよろしく伝えといてくれ。ああ、おやすみ。おかえりなさい。おかえりなさいませ。
也さん、少し顔が赤くありませんか？本当だ。熱は少しだけあるかな。無理はいけないわ、達也。本当に大丈夫？大丈夫じゃなさそうだったら無理はしないでね。今日は午後から全員で弓張海岸の清掃ボランティアだからな。いい天気だが、くれぐれも暑いからといってそのまま海に飛び込んだりしないように。ボランティアで掃除をするのね。うん。海開きになったら人もたくさん来るし、うちの学院が一番近いしね。しかし、授業で強制ではボランティアと言えるのかしら。それはそうなんだけど。きっかけになればということね。強制とか考えないで楽しんでやれればいいよね。え、Thank you.
早い。あれ、達也もう終わったの？賢いな。達也、まだ大物ってあった？夏希、急ごう。うん、達也ありがとう。ゴミ袋は？早く拾った方がノルマの一袋は楽だって言ってたのに。お兄ちゃん早すぎだよ。マイ、この人が前のお兄さん？かっこいい。お兄ちゃんは見せ物じゃないんだから。前のクラスメートです。よろしく。同じくです。マイってお兄ちゃんって呼んでるんですね。仲良さそうですね。でもこの年になってお兄ちゃんって呼ぶのって珍しくない？確かにね。え？普通じゃないの？ちっちゃい子供の頃は普通かもしれないけど。そうなんだ。ごめんね。子たちが珍しがっちゃって。あのね、あのお兄ちゃんって呼ぶの不自然かな？よね。
はようございます、達也さん。おはよう、お兄ちゃん。今日は少し早いね。じゃあ、ご飯よそってくれる？そうだね。ありがとう、達也くん。おはようございます。ちょうどいいタイミングだよ、フィーナさん。おはようございます、姫様。さあ、準備ができましたよ。洗濯終わったわ。服が綺麗になるのは気持ちいいのね。ええ、それが洗濯の醍醐味です。舞ちゃんはね、月末に吹奏楽の大会があって練習が大変みたいなの。その分、来月頑張ってもらうからね。はーい。今日もこれから練習だよ。そうだったな。いい結果が出るといいわね。まあ、うちの学院って学生数も少ないし、吹奏楽部員も少なくて小編成しか作れないし。参加することに意義があるって感じで楽しめればと思ってます。楽しめることも大切なことだと思うわ。きっといい経験になるわよ。そうですね、フィーナさん、ありがとう。それでは、私はミアの掃除を手伝ってみるわね。よろしくお願いします。フィーナさんも家事の面白さが分かってきたみたいだね。
そうね。さて、私も今日はこれから出勤なの。準備しなきゃ。いつもの曲だけど寝ちゃダメだよ。もうそんなのずるいよ。ご清聴ありがとうございました。そうだったら嬉しいな。私の部屋に来ない？はい、行きます行きます。ミアはカードでの占いを教えてもらっているそうですよ。マイちゃんは占いが得意なんですって。お兄ちゃん、今占い中だよ。達也さん、舞さんすごいんですよ。占いができるんです。そんなに本格的なものじゃないんだけど。出たよ。対人関係は年上の人に配慮を続けるとどんどん良くなる。ふむふむ。悩みは家族や近しい人に関する悩みが発生。問題ごとには親友が助けになってくれるでしょう。これで最後だね。恋愛について
甘えすぎず正攻法でいけば道は開けると、こんなとこかな。舞さん、すごいです。お兄ちゃんもやってみる？どれどれ？何を占ってあげようか。それがね、ものすごくいいカードの周りに最悪のカードがあって、これはきっとすごい困難の先に最高の幸せが待ってるってこと。達也さん、ファイトです。困難に負けないでね。洗濯物が乾きやすくて助かります。カボチャは月にもあるの？はい、あるんですよ。生姜もありますし、今日の料理は多分月でも作れると思います。じゃあレシピを。
お風呂いただきました。みやちゃん、今日は一緒に入ろうか。はい。じゃあお風呂をいただくわね。その声は達也君でしたか。月大使館のカレンです。ごめんなさい、ちょっと急ぎのようなんです。パパは？ちょっと待っててもらって。ごめんごめん、今出るから。もしもし、カレン？冬じゃなくてよかった。さやか、先ほどから達也が目のやりどころに困っていたよ。そんなことないわよね、達也くん。だったのね。でも、ごめんなさい。達也、地球の家族はみんなこのような状態なの？
ゃん、起きてこないね。どうだったかな。でも博物館に行かなくちゃいけないなら起こさないと。おはようございます。あら、達也くんも一緒に準備してるのね。えらいえらい。そうですか。じゃあ舞ちゃんも。私も手伝いますよ。あ、お姉ちゃん、もうできたよ。いただきます。どうぞ召し上がれ。二人ともちゃんと噛んで食べるのよ。柱があれば、それに寄りかかったり引っ張ったりすることができるでしょう。でもうちは3人で手をつないでるだけの家族なの。だから3人とも隣の人の手をしっかりと持ってないとね。南蛮漬け失敗しちゃったかと思った。
ジの揚げ具合もちょうどいいわ。そう？ええ、今ちょっと忙しくて。でもやりがいのある仕事。家事が任せっきりになっちゃってごめんなさい。気にしないで、お姉ちゃん。二人ともありがとう。さて、そろそろ出ないと。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。ああ、二人はまだゆっくり食べてて。お姉ちゃん、また忙しそうだね。お休みの日も半分くらい仕事してる。お皿を運んでくれる？真剣ね。いいんじゃないかしら。舞もきっと喜ぶわ。おすすめのお店があったはずだけれど、確かこの先よ。お帰りなさい。疲れたでしょう。私より遅いんだもんね。確かに疲れたけど、それより帰りに寄ってきたお店が閉まってて、新作のアイスを買い逃したのが残念。
それそれ、どうしたのお兄ちゃん。私はこのプリンセスピーチ味のアイスを買ってみたの。あら、達也くん気が利くわね。でもみんな、アイスは食後にしましょうね。できましたよ。おいしい。こちらもおいしいわ。お兄ちゃん、リーナさん、ありがとう。時間にジンくんかしら。デザートタイム。っておいおい、先にアイス食べてるとは困った子猫ちゃんたちだ。お兄ちゃんが買ってきてくれたんです。おう、相変わらず達也くんは間が悪い。で、今日はどんな試作品を持ってきてくれたの？今日はアイスなんだけどな。アイス？そう、舞ちゃんが喜ぶかなと思ってね。でも、舞ちゃんはもうアイスを食べている。舞ちゃんの喜ぶ顔が見たくて作った。ほら、私はミヤちゃんがいますよ。私ですか？しょうがないね。この僕の傷ついたハートを癒してくれるのはミヤちゃんだけだよ。私もまだ食べられますよ。おやおや、達也くん、舞ちゃんの身を案じるのはいいが、それはちとシスコンに過ぎるぞ。もう子供じゃないんだ。舞ちゃんだって自分のお腹の調子くらいわかるさ。ねえ、舞ちゃん。もう少しだけね。今日のアイスはヨーグルトとラズベリーの、あ、ミヤちゃんに教えてもらったジャムのレシピを参考にしてみたんだ。あら、いつの間に。あの、この前ちょっとだけ。美味しそうね。こちらもいただきましょうか。リーナ様とマイちゃんは少しだけよ。え、そうね。